鬼ヶ島からこんにちは、どうもファンネルです。では狼絶景版続きをやってまいります。あちらにおわす銅像のところ行きたいですね。ということでこっちですね、進むべきは。お、鍵がある。あ、まだレースやらされるのかよ。喋る？ここまで来たやつは足の仲間にも癒せんぜ。どうやらあんた遊びで勝てる相手じゃなさそうでさ。死の子のご託を並べるな、もう指名だ。この早飛び丸、命を削って張り閉じ廊下の勝負に臨みやす。あ、爆弾使うなあれ。ちょっと先に壊す？ちょっと先に、あ、違うなあれ。え、待って、何これ、この距離を行くの？なんだろうね、ちょっとじゃあ助走つけないとまずいね。せいや、はい。あ、やばい、なんだ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 、すっごいことになってるよこれ。針消えたよよし、じゃあ爆弾で、いや、うわ、あれででもラストだったのかな。おっと、鍵があるね。待っとくれ。これは落ちちゃうのかな。お、壁足りがある。これは多分、待って、ここでこう、よし、で鍵持っていけばいいのかな。これこっから入れるとかないよね。さらに上に行けるとかもなさそう。よし、じゃあ下るか。よし、鍵を持ったから。しかし何なんでしょうね、なんであんなとこに鍵があったのかは謎ですが、これでまあ解錠できますよ。ほら、オープン。お、なんか飛んできそう。あ、そういうあれじゃないのね、サイコフィールド的なあれかと思った。おお、びっくりしたーいなんつーこっちゃい。よし、神々の守り。ボスになる？もしかして。多分あの銅像のとこに続いて、お、あー、なんか新しいのだねこれ、雷の。よし、これも虎じゃねえのかな。随分たけだけしい彫像だぜ。暗雲に向かって吠え立てて、まるで月にでも噛みつきそうな勢いじゃねえか。まあ一つ難点を言いや、あれだな、大層な意味は背負ってるものの、漢字の矢がすっぽ抜けてるところかい。あるはず のものがないってのは、どんな傑作でも台無しにしちまうもんだな。どうすればいいの。ここに書けばいいんだね、きっと。なんだ、書けてんのこれあれ、こうでいいんじゃないの。雷の矢だね。さあ撃て、発射。これどこに向けて発射してんの。星座が出る、すげえ彫像の矢が暗雲を吹き飛ばした。来た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 、いいですか。ワン、ツー、スリー、フォー。
きましたね、新たな技が。やめて、そのボウガンみたいなの危ないから。いや危ないから何すんのよ。虎ですね。おお、我らが地母アマテラス大御神、妖怪どもが跋扈したるこの城に封じられし我が身なれど、おもとの通力で我が目ようやく光を宿すことかないぬ。おもとと共に修羅の道歩むとあらば、この激神ほとばしる雷鎮の力をもって主の御前に一条の光を捧げ奉らん。激ついに来たじゃねえか、12番目の分身激神がよ。稲妻を自在に操る凶猛な筆技、人雷の筆神様。天子、それがお前の筆技だったんなら見事使いこなしてみな。そうだ、あそこにある銅剣の置物、電撃をぶちかますにはちょうどいいぜ。空の青に稲光が走ったら、その稲光から線を引いて銅剣の置物につなげるのさ。そうすりゃ稲妻がその線に導かれて、あの銅剣の置物を直撃だい。光った時ピシャーン。これ切れちゃうんだよね、たまに。すげえ、あんな雷が落ちたら敵だってただじゃ済まないぜ。電撃の勢いで扉もびっくりして開いちまったようだが、扉電気で扉を開けるからくりでも仕込んであったのか。とにかくちょうど道も開けたし、この新しい筆技で城の頂上を目指そうじゃねえか。しかし天子、散り散りに分かれた筆技もこれでもうあと一つか。そいつが手に入りゃおいらも全ての技を目に焼き付けたことになら、そこまでもうあと少しだな。おっと、無駄口叩いてる暇があったら先を急がねえとな。さあ行こうぜ天子。行きましょう。干渉に浸ってる間はない。はっ、ビリビリビリ。雷の力を利用できるっていうのはでかいよね。これずっと回ってるとかじゃないよね。止まるかな。止まるんじゃねえぞ。あっとっと、これ上行ける、もしかして。あぶね、下になんかあるとかは ないね。おっと、クローバーがこんなとこに。ほりほりほり、よし、幸せ。もうここまで行くと50万あんのかよ。幸せもたまりやすくなってきてるのかな。お、クイックセーブだねこれ。電気。あ、宝箱か。大浜札。おっと、これ下に降りたらボスだな、きっと。これは爆弾でいいんだよね多分。爆発。なんか裏に見えたな。これは風でビューンってやった方がいい。おっと、これはなんだ、一回こっち風ビューンやる。あ、でも風ビューンやってもダメか。切る、それとも切れた。あー、これ電気の玉だな。あ、鍵か。なんだか妙な形をしてるが、これは鍵か。天子、お前はすぐに何人でも手を出そうとするけど、そんなもんいきなり加えたりしてビリーなんて来ても知らないぜ。お、電気の足場ができてるね。なんだいこりゃ、一面に妙な模様が現れたぜ。天子、このからくりもしかしてお前がその変なもんを加えたからじゃん。敵の罠に引っかかって痛い目見たりしないだろうな。大丈夫大丈夫。よし、しかしこの花どうすんだろう。なんか関係あったんかな。あ、鍵なくなっても大丈夫なようにか。鍵なくなった時戻れなくなるからこいつらあんのかな。
あれここビリビリってなんないの。ビリ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 、あーこれでいけんだ。おっとビリビリ状態を使える。ほら無駄。よし、まさかこの一体だけ。お試しで。よし、なんだこれは。拷問迷路名称障子地獄。障子地獄の遊び方、一つ一度障子を開けて踏み込めば四面を障子が取り囲む。これを東西南北無尽に走り回り京に入るべし。一つ度重なる誘惑使用のため一部壁などに破損が見られる。夢爆発物など使用するべからず。一つ拷問迷路はお願いします。みんなが楽しむものなのでと、って妖怪どもの言葉で書いてあるぜと。障子地獄、お札はないのか。なんじゃどこだ、爆弾で壊せるのどこ。お、なんだ、バツバツバツだって。なんだこのマーク、なんだっけかな、なんかあったんだよね。イ、これイロハか。これは何のマークだ。ヘか。お、アイテム、アイテムあるところが正しいんか、もしかして。よいしょ、カキ。じゃあ右側も行っとけばよかったかな。し、中心骨頂。お、壊れてるねこれ。あれこれ、ここから行けんじゃないの。よし、ん、なんだ、なんかあるのこれ。あ、こっち壊れてるのか。よし、ビー玉。あれ正面ひび割れてたね。めっちゃアイテムあるじゃん、まあ、全部取る必要はないんだけどさ。もうどこ行ってるかわかんねえし。ひび割れはどこだったっけ。ここか、ここゴールになるのかな。てか実はゴールなんてねえんじゃねえのかなこれ。ここは多分来たことあるとこだな。エレベーター、あ違うか。お、そうか、開いたね。ひょっと、真珠。こんな大層なところに真珠を飾る、飾るというか。これで戻って、なんか入り口、鬼ヶ島の入り口あたりにもなんか使うとこあったよね。あ、これなんかもそうか。ビリ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 、あ違うな。あ、鍵か。これは動き出したっていうことでいいのかな。開きましたが、この電気は、あ、電気使ってあげれんだっけ。ちょっと待って、こっち向いて OK。 牛の角の飾り、あの鍵、鍵持ってきてえな。またむげんすみ。よし行こう。おっと、いわゆる仁王像みたいな感じかな。こりゃ見事な彫像だ。妖怪どもの吹き溜まりにはもったいない一品だぜ。だけどその辺の美術品とは違う、よどんだ臭味も漂ってら。これに電気をやるとどうなんだ。特に天に突き上げたあの刀剣、
七つ鞘の太刀なら見たことあるが、九つの枝分かれなんて異様なもん初めて見たぜ。閉まんないこれ、大丈夫？ドザーンって、怖えな。敵も出てきそうだし、なんかボス出てきそうな予感がすげえけど、このアイテムから見るにボスではないのかな。アイテムはない。よし、やっていくか。あれ、見上げる図にならんね。後ろの方からやんないとダメ。よし、よっ爆発すんのかよ。地下へ続く道が、てか粉々というか消し飛んだね。お、エレベーターか、違うな、なんだろう。おっと、なんだ、あまこ、お前また妙な仕掛けを触ったんじゃないだろうな。とにかく早くなんとかしろ。多分横一線、あれ横一線でなんともならない。何やればいいんだこれ。あの袋、ちょっと待って、わからない。あ、もう行っちゃおう、もしかして一回じゃダメ、違う、ちょっとわからない。どうすんだあれ、あの上のやつ電球だよね。あ、これは無理ですね。あ、もう一体いたんか、クソ、気づいておけばよかった。もう一回お願いします。今のは何だったんだ、なんだか妖術で化かされたような気がするぜ。俺たちをギョロッと見てた目ん玉どもやったらと目合わせてからおかしなことになったんだ。そうだね、こうやらないといけなかった。はい、見てください、もう一回。また来た、甘くも早くなんとかしろ。この位置なら一匹撃つんねんだよな。あ、それとも全部入れる必要はねえのか。とりあえず一回でやる必要はなかったのかも。いやー、はめられたなこりゃ。おっと、横スクロール、回復アイテムが出るということはそういうわけではない。上に行けるけど違う、ここで電気やって動いて、ここは壁足りか。よいしょ、おっと、よいしょ、よいしょ、タコ、鍵だね、必要なのは。竹やり、怖いなこれ。ショージャン、この壁足りで、そっか、上に行くのか。ちょっとこっち行ってみますね、その前にアイテムだけ。よし、今、こうやって、よいしょ、よいしょ、おい、二段ジャンプあればまあ楽勝だわな。これは体当たりで壊せない。あれ、あれ、どうすんのこれ。なんかできる？これは切れば、あ、いったね。なんだよ、分かりにくいね。加える、上は、あ、なんかある、あ、こっちなんかある。
横スクロールにありがちな感じの。おー、怖いなこれ。え、これどうやって行けたの。あ、こうね。大浜札。え、それだけのために。マジか、これだけか。あー、しまったはめられたけど、まあ上行く必要ないんだっけもう。ああ。よいしょ、鍵持ってるから。これで、まずちょっと障子を。上にどんどん行ってみましょう。よしよし。なんか来る、危ね。これは？ああ、隙間を見て。よし。よし。よし。よいしょ。よいしょ。オッケー。上ないよね、もう。さて、ここまで来ると何でしょう。お、セーブポイントあるね。おー、びっくりした。おー、ドキッとした。なんだろう。ただね、ちょっと時間がもういい感じなので、今回以上にしたいと思います。次回この続きからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またねー。痛い。